不気味な相談。以前、育児版の質問スレで見つけて猛烈に気になったレス。なんとなく過去ログ見てたら思い出したので貼る。1年生の息子の仲良し班で一緒の子、6年生、がとても仲良くしてくれるのはありがたいんだけど、ここ1週間、仲良くしすぎというか、行動がエスカレートしてきて困ってる。同じ新興住宅街に住んでいて、同じ通りに住んでいる子なんだけど、毎日17時過ぎてから、ピンポーンと来る。17時過ぎたら遊べないのよと言ってもはいと言って、玄関前からはいなくなるんだけど、2階の窓から家の中を覗いているのでちょっと困る。お家の人に連絡して、やめてもらうように言った方がいいのかな？同じ町内だから気まずくなるのも嫌だし、仲良し班が一緒なので子供同士が気まずくなるのも困る。うまい対処方法があったら教えてください。小6の子が自宅2階の窓から覗いてるの？私なら、男の子が見てると気づいたら遮光カーテンやブラインドを閉めちゃうな。何度かやってたら閉められてるって気づいてくれないかな。17時過ぎてからの訪問だけは、相手の親にやんわりとお断りを入れた方がいいかもね。そうなんです。どうやっているのかはわからないのですが、2階の飾り窓、吹き抜けについている光を取り込む窓から覗くんですよね。今もピンポンが来て、断ったら覗いています。怖い顔をしながら遮光カーテンを閉めてみたけど、まだいる気配がするなぁ。相手の電話番号がわからないので、後で直接言いに行ってみます。穏便に穏便に。もんもうでごめん、窓から覗いてくるって、外から791宅の窓をってこと？もしそうなら、そのこと気づかないふりで通報してもいいんじゃない？そうです。窓に張り付いて中を覗きます。持ち家でご近所なので、できれば穏便に済ませたいんですよね。家の構造とか詳しくないからよくわからんけど、小学生が2階の窓から楽々覗けるって異様だし、小学生の行動も怖かった。髪のいたずら？これは私が小学生くらいだった頃のこと。私には学年が2つ離れた弟がいる。私と弟はよく祖父母の家に遊びに行くことが多かった。祖父母は私たち兄弟の面倒をよく見てくれて、祖父母と我々二人、四人だけで出かけることも多かったため、両親もゆっくりすることができるから、連れて行ってもらうことが多かったのだろう。私も弟も祖父母が大好きだった。ある夏のこと、その日も祖父母の家にお泊まりに出かけていた。その日は母親の弟、つまりおじさんの家に出かけることになった。おじさんの家は誰も住んでいなかった。おじさんは祖父母の家に住んでいたため、半分空き家のようなものだ。私は別荘のように思っていて、おじさんの家に行くことも大好きだった。そこには祖父が一生懸命に育てている畑があり、畑仕事を手伝うこともあった。その日は祖父が一人で畑仕事をするため、その監督にすることもなく暇だった。おじさんの家の裏は神社になっており、私と弟はそこでかくれんぼをして遊ぼうということに決めた。確か2時から3時くらいだったと思う。私が鬼になり1分くらいカウントしたと思う。もういいよ。と弟の声が聞こえたので、私は神社の隅々を探して歩いた。ところが探しても探しても弟は見つからず、降参、もう出てきてよ。私はそう叫んだ。出てきてってば、もう一度叫んだ。反応がない。弟がもう少し探してほしいのかと思い、私は困り果てたがもう何周か神社の周りを探して歩いた。やはり見つからない。それからしばらく探して見つからなかった。もしかしたら飽きてしまっておじさんの家に帰ったのか？そう思って私が家に戻ろうとした時、後ろから声がした。お姉ちゃん何してるの？私は驚いた。ずっと探して見つからなかった弟が、突然後ろにいたのだ。しかも30分くらいしか探していなかったのに、あたりは夕方になっていた。私は弟がいたことに安堵した。弟にお前どこにいたんだ？と聞いたところ。お姉ちゃんがいつまで経っても探してくれないから、ずっとこの周りを探してたんだ。とのことだった。おかしい。私もずっと探していたんだ。ぐるぐる回ってるうちに絶対に鉢合わせるはずなんだ。私が神隠しにあったのか、それとも弟が神隠しにあったのか。とにかくその日以来、
私はその神社に近づくことはやめた。いとこの死。落ち着いたから書く。先日いとこが亡くなった。高2だった。朝母さんに、起きて、〇〇が死んじゃった、という声で目が覚め、現実味がないため少し楽観視してた。まさかあのしっかりしたいとこが死ぬとは思えなかったし、死因を聞いたところなぜか口ごもる。ちゃんと教えてくれと聞いたら。よくわからないのよ。実は、聞いた話をまとめると、死因は心臓発作。今まですこぶる健康だった。自室で亡くなっていた。しかしなぜか腕が後ろ手で縛られていた。警察が言うには自分では縛れない結び方だった。いとこは軍事オタであり、部屋をバリバリに改造していて、襖を開けたらブザーが鳴り足元のセンサーも反応する。俺も部屋に入って確かめたけど資格がなかった。このため兄弟、両親の犯行ではないはず。窓も侵入された痕跡がなかった。いとこの両親はものすごく明るかったのに、お葬式の時見たことのない表情で落ち込んでいた。俺はいとこの身に何があったのかすごく知りたい。お前誰？3ヶ月前に体験した不可解な出来事を一つ。その日友達を待ってて新宿の駅にいたのね。昼の1時くらいに。で、しばらく待ってるとその友達から電話がかかってきた。お前今どこにいんのよ？とか、悪い、今川崎で電車に乗ったとこ、とかそんな感じで。で、今川崎出たとこってことはあと3、40分後くらいか。どこで暇つぶそうかな、と思いつつまあ早く来いよって言って電話切ろうとしたのね。だけどその時駅の改札にその友達の姿が見えたんだよ。俺は、ああからかってたわけね。そっちがその気ならこっそり近づいて逆に驚かしてやれって思って、電話で話しつつ近づいていったわけよ。そこで気づいたんだけど、視線の先にいるそいつは携帯を手に持ってないのよ。でも電話で俺はまだそいつと話している。あれ？人違い？と思いながらそいつに近づくと、そいつが俺に気づいて、悪い、待たせたな、とか言ってくんの。俺はまだ電話でそいつと話してんの。どうなってんの？なんだこれ？と思って混乱しながらも言ったのよ。お前誰？そこでブチッと切れた。着信番号も声も間違いなくそいつだったが、そいつの携帯にはもちろんそんな履歴はない。と、まあこんな感じ。そいつにそのこと話しても、何言ってんのこいつみたいな顔されたよ。俺の携帯の着信履歴も何らかの手で仕込んだものだと思われてる。不可解であり、正直すっげえ怖かった出来事。